よっと。アッシュ、コインは表だ。それはやるってこと？やらないってこと？私を呼ぶならはっきりさせてからにして。やるってこと？そう。気乗りしないのか？気乗り？私は何かに気乗りしたことなんか一度もないのだけど。適当なこと言うな。気乗りしないことしかないなら何のために生きてんだよ。これ以上最悪の気分にならないためよ。こんな世界今すぐぶっ壊れてしまえばいいのに。過激なお嬢様だな。世界滅亡をもくろむ組織があったら全力で加勢するわ。世界滅亡が目的じゃスポンサーがつかないだろうな。滅亡を目指すのだから目についたところから略奪すればいいのよ。ご近所迷惑だろ。一人で勝手に滅びろよ。どうしてくだらない世界のために私が死んでやらないといけないの？私のために世界が死ねばいい。力強いお言葉だ。でも俺は結構楽しくやってるし、今回のことだって楽しくやりたいって思ってるぜ。楽しく？そんなことを考えるやつから先に死んでいくのよ。脅かすなよ。どうせいつか死ぬなら面白く生きたいって考えてるだけだよ。面白い場所に行く人は簡単に罠にかかる。だから絶対に無残に死ぬの。絶対だからヘイゼルは無残に死ぬ。無残にね。楽しければそれもいいだろう。バカなの？無残に死ぬのが楽しいわけないじゃない。苦しくて辛くて何もできなかったなと思いながら理不尽に死ぬから無残なの。だからそれもいいって思わないか？俺にそんなことできるやつがいるなら会いたいとさえ思うね。そんなこと言って後悔の渦に飲み込まれるのよ。上等さ。野垂れ死にが俺の理想だぜ。そう。でやるのはいいけど適度に手加減しないといけないのでしょ。私はどうでもいいけど、あれってレイの大切なものらしいし。どうだったら
霊が期待するようなものじゃないってだけの話だ。私は私の目的のために動くから。こっちへの協力を忘れないならそれでいいさ。麗しの姫様と対峙できるのが楽しみよ。サツキ、ぼーっとするな。はい。ゴキブリだ。ネズミじゃなくて？違う。ゴキブリだって言っているだろ。ゴキブリだ。私に心理戦を挑むのはやめるんだ。このカードゲームで心理戦以外の何を挑むのかって気はしますけどね。場にはゴキブリカードはすでに6枚出ているので、それがゴキブリカードである可能性は低いですよね。数学的に私を追い詰めるのはやめるんだ。数学的ってほどの話ではない気がしますけどね。はいはい。それでさつきちゃんはどう思うんだい？他の人にカードを回してもいいんだよ。まあいい、宣言させてもらいます。これは
ゴキブリではありません。呆れたような声を出すな。なんでそこでゴキブリって言ってネズミを出しちゃうかな。それを出したらネズミが4枚揃って負けじゃないですか。私が負けそうになっているんですから、自分が負けるカードを出さなくても。いいか、私がバカなんじゃないぞ。サツキが悪いんだ。え、私ですか。ここで私はゴキブリを出すわけがない、そういう状況だ。だから違うって言いましたけど。そこがダメなんだ。そんな場面でゴキブリを出すわけないということは、本当はゴキブリを出してる。それがこのゲームをプレイする人の通常の思考なんだぞ。というのに違うというなんて思考が浅いぞ。つまりその裏の裏を読まなかった私がダメだったと。そういうことなんだぞ。ちゃんだけがプロレベルのプレイヤーだったんだ。我々が低レベルすぎたせいで負けてしまったということだ。そういうことなんです。わあ、水葉ちゃんすごいな。次元が違うからゲームとして成立しなかったんだね。我々素人プレイヤーにレベルを合わせれば百戦百勝だったろうに。孤高の道を歩む水葉ちゃんにみんなお礼の言葉を。ありがとうございます。ありがとうございます。
私のレベルまで来てくれないと張り合いがないじゃないか。精進します。一区切りついたみたいだから、そろそろ本来の目的に移ったらどうかな。ブー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 、なんでそんなこと言うかな。まだまだゲームしたい。まだまだいろんなゲームを持ってきてるんだよ。楽しいよ。もうしょうがないな。それじゃあと一回だけ。うっかりゲームに集中してしまいましたけど、このゲームだけという約束でした。いやいや、これのプレイ時間は10分くらいだから。3回プレイしたら30分じゃないですか。ルールを覚える時間だって必要ですし。いやいやいや、これはとても単純なルールでね。私たちは勉強するために集まったんです。水葉ちゃんは真面目だからね。はいはい、カードを片付けてください。片付けてくださいと言っているのに、なんで新しいカードを出してるんですか。これはね、警察とスパイに分かれてゲームするんだけど、最初は誰がスパイか分からなくて。勉強をするんです。もう頑固なんだから。私がこのくらいしつこかったら普通は折れるよ。かなちゃんならボキボキ言ってるよ。私は折れません。勉強するんです。水葉ちゃん、いいかな。勉強はつまらない、ゲームは面白い、そういうことなんだよ。勉
勉強するんです。今日は勉強しなかったという後悔で己を追い詰めて、寮での勉強の集中力を高めるんだよ。後ろ向きな高め方ですね。やらなきゃ、やらなきゃ、やらなきゃ、ひーという気持ちから目をそらし続けて、プレッシャーが極限まで達した時の集中力はすごいよ。そういう体も心も不健康になりそうなやり方はダメです。今から勉強します。何を言ってるんだい、しっかりしてくれないと困るよ。しっかりするのは紬先輩です。そろそろ勉強しようか。そうですね。ゲームはまた今度にしましょうよ。ぷんちゅ、今度なんかいつあるかわからないよ。今この瞬間が大切なのだよ。しっかりしてよ、もう。しっかりするのは紬先輩です。今が大切だから勉強するんです。今更ですけど、リツ先輩は来ないんですか？あいつは協調性がないからな。こういう時は面倒だって言って来ないんだぞ。そういえば、魔法練習の時も来たり来なかったりですね。リツ先輩と廊下で目が合っても無視されちゃうんですよね。あるある。でもものすごく近づいて目を見て挨拶すれば、寒気がするほど面倒そうに挨拶を返してくれるよ。そういうことしているとリツ先輩の足がますます遠ざかるのでは。あいつは自分勝手だからな。事件が起こるまでは真面目に練習に出てたくせに。いつかガツンと言ってやらないと。猫みたいな雰囲気をめでるというのがりっちゃんとの付き合い方なんじゃないのかい。たまにすり寄ってきたら可愛いじゃないか。リツは猫じゃなくて人間なんですから、人間と人間の付き合い方をしないとダメです。
それは正論かもね。いないやつのことなんか話してないで勉強しましょう。って勉強しましょうっていうの何度目ですか。もう。1年生2人はなんでニヤニヤしてるんだ。私は怒ってるんだぞ。いえ、別に何でもないです。いいからほーら、紬先輩がカードゲームを出す前にノートと教科書を出すんだ。はい。